千葉の方がいい感じなのかもしれない。まあ、腰を刺しなかったら本当50本50通りとか可能性あるもんね。今の試合の感じだとドジャースやっぱ負けんじゃないかと思うね。まず大谷選手の話題からいければと思うんですが、こう直近の状態みたいなところをこうどのように武田さんと見てらっしゃいますか。てかもうずっと悪くないんで、まあ一番になってからホームランやっぱ結構出てる感じかな。ね、一番の方がいい感じなのかもしれない。なんかそのいいっていうのはその大谷選手個人のこうリズムみたいなもんなんですか。なんか打ちやすいんじゃないのね、2番より。その気がするけど見てると。こう前にランナーが出てたり出てなかったりみたいなところの変わった差分よりは自分のリズムで入りやすいみたいなところもあるんじゃなかろうかっていうところ、なんかそんな感じです。前後あんまり気にしないで打ってる感じになるからいいんじゃないかなと思うけど、まあ、あとはなんかそのベッツ選手がいなくなった分ホームランでっていう意識もなんか強くなったんですかね、そういう意味で言うと。どうなの、それはあんまないんじゃないの。たまに角度がついてきたのはいいことだしね。まあ調子よくなるって言って6月15日から打ち出したから、ちゃんと宣言通りで、さすがデータ通りで日本のファンの方からすると打率が下降気味なんじゃなかろうかみたいなところは気になるところかなと。まあでも3割15厘あれば全然まだね、首位打者ちょっとみんなイエリチとかターナーとか出てくるから、今度から規定打席行き出すと、だからまあやっぱり3割2分の後半、2分5厘ぐらいから後半がその辺があれなの、首位打者になれる可能性があるんで、3割1分5厘あれば今のところいいんじゃないの。まだオールスター前だし、まあタイトル争いする人はここから打つんで、8月がやっぱり結構打つと思うんで、そういう人がタイトル取るんで、まあ、例年みたいにこうピッチャーやってての疲労みたいなところもない分、秋以降みたいなところも期待できますよね、大谷選手。もう全然できんじゃない。まあだからなんか最近三振が目立つ感じだけど、まあ、2番の時とやっぱちょっと違う感じ。そんなにチームバッティングっていうか、そういう、まあ、イメージ、日本人のイメージで2番チームバッティングしなきゃいけないみたいなイメージあるんで、まあ、本人もそれはもともと持っているというか根底にあると思うんで、だからなんかそういうバッティングになったのかもしれないし、一番だったらなんかやっぱり振ってるからね、やっぱりまあ三振もするんだろうけど、結構こうツーストライクになっても思いっきり振ってるイメージはありますよね。うん、ゴロでアウトになる、フライでアウトになるのも三振でアウトになるのも一緒だからさ、バッターからしたらね。まあ俺はそう思ってるんで別にいいんじゃないかなと思うんだけど、なんか以前武田さんも収録でその当ててくるよりはホームランか三振かみたいなバッターの方が投げてて嫌だみたいなこともおっしゃってました。だよ、やっぱりあんだけ振られるのは嫌だから、振ってやっぱり甘いとこ行ったらまずいなっていうふうに思わせるのは結構ピッチャーからしたら嫌なんで、まあいいんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、あとこう1番に座ってから盗塁も増えてきたかなっていう印象も。まあね、今日も走ったし、まあ盗塁はやっぱでも40とかは全然いくね、これ、この感じ。まあ、腰を刺しなかったら、本当、50本、50盗塁とか可能性あるもんね。いや、全然あるでしょ、だって。いや、本当にそうなってきたらすごい世界ですよ、ね。うん、まあすごいね。なんかトリプルスリーはほぼ確率ぐらいの感じになる。そうだね。本当そうだね。トリプルスリーで100打点だから。まあ、そうなってくると、また今年の MVP 争いみたいなところも終盤になってくる、うん。そうよね。まあでも6月の MVP はちょっと俺疑問だけどね。あのハーパーが打率いいけど、最後こう試合出てないし、これは大谷じゃないのあれ。アメリカあるあるだね。期待値が高すぎるんですかね、大谷選手で。いや違う、アメリカあるあるでしょ、あれは。もうアメリカならではな、なんかそういう感じがする。まあ多分こう、候補で言うと、まあジャッジ選手だったりとか、盗塁で言うとデラクルーズとかもなんかすごい45盗塁とかしてるんで、その辺もなんか、100いくんじゃない、100いくんじゃない、福本さん以来ぐらいの。ていうか、あれでも、まあ、あんだけクイックしないピッチャーいればみんな盗塁できるよ。まあ、日本みたいにやっぱみんなほとんどがクイックできて投げてるわけじゃないんで、まあ、そういうピッチャーの時は全然チャンスあるから、ちょっとまあ警戒の仕方が全然違うからね、日本とね。ルールも変わってっていうところもありますしね、ピッチクロック。牽制の数もあるしね。シュート行けば100通りできるんじゃない？ 100 回ルールで入れるか分かんないけどね。いや、本当にダイソーとかでも50通りぐらいできそうな勢い。できるよ。余裕でできるんじゃない？そんな感じがする。まあ、あとはこう三冠王みたいなところも話題に上がりやすいところかなとは思うんですけど、うん、このあたりに関していかがでしょうか？ホームランは大丈夫だと思うんだけど、打点がやっぱりね、チームがによるって打順にもよるから、まあでもまあ、打点は追いついてきてるし、まあ、50本ホームラン打てれば打点取るんじゃないの。あとは打率が一番やっぱり難関なんで、まあ、今のところイエリッチが来たんで、ターナーも3割2分とか3分あるからね。で、あとアラエズとプロファンもね、頑張ってるんで、まあ、この4人がやっぱりがライバルだと思いますけど、3割3分打てれば多分取れるんじゃないと思ってるけど。
まあ、あとこうチーム状況みたいなところで言うと、まあ、なかなかこう先発陣が本当にまあオールスター前っていうところもあるでしょうけど、いややばいよ結構。結局グラスナーも故障者に入ったでしょ、またで結局やっぱり1年間投げれないっていうね。やっぱりその疲労で1年間投げたことないんで、こんだけ開幕からローテーション守ったことないから、やっぱり調子が落ちてだいぶ打たれてるから、その辺がやっぱり課題だっていう話はね、開幕前からしてたけど、やっぱりそうなったから。で先発がまあ昨日ミラーもまたマイナー落とされたし、先発いないんだよ結局は。もう本当残ってるのストーンとパクストンぐらいですか、開幕から。そうだね、山本がいつ持ってくるかも分かんないし、結構先発もリリーフもピッチャーは苦しいんじゃないかな。でも野手も故障者多いからね、今日の試合、昨日の試合見ててもやっぱフィリーズ強いよ。まあ、多分この、まあ、前にも言ったけど、ライバル的には変なところに取りこぼしなければやっぱりフィリーズとナショナルリーグの優勝争いするんじゃないかなと思うけど、いや強いなフィリーズ。まあオールスターの選出選手数も確かドジャースよりフィリーズの方が多いんですよね。うん、多いね。やっぱ勝率1位だし、あとやっぱボームが良くなってきたから、やっぱなんかいいよね、強い見てて。打線にもなんかもう切れ目ないし、なんかいい感じだなと思って、昨日も今日も見てました。まあ、そういう意味で言うと、まあ、ドジャースは一旦こう故障者が戻ってくるのを待つみたいなところにはどうしてもなってくるんですかね。まあね、優勝は地区優勝はまあ大丈夫だと思うけど、ここから先に故障者が帰ってこないとやっぱ厳しくなるよね。故障者どのぐらい、まあ、オールスターにみんな帰ってきてくれればまた変わってくると思うけども、まあ、カーショーも帰ってくるのかどうかみたいな話もあって、ね、まあ、でもカーショーはそんなに当てにしない方がもうやっぱ年齢的にもね、まあ、故障明けっていうのもあるし、まあ、そこまで当てにしないでいた方がいいんじゃないかなと思うけど、まあ、ここからポストシーズンに向けてまた補強みたいなところも上がってくるかなと思うんですけど、まあ、前回の動画で、うん、まあ、クローザー補強した方がいいんじゃないかみたいな話もあって、なんか他にもこう注目してる選手とかっていたりしますか。いやもうこの間大谷が結構やられて、ホワイトソックスのピッチャー、たまになんだっけ忘れちゃったな。またホワイトソックスから。左ピッチャーね。あのピッチャーいいよ。あれ欲しいよ。あれ欲しいなと思ってんだけど、なんかでも結構みんな取りに行ってんじゃないかな、あれは。じゃあね、でも出さないんじゃないかなと思うけど。まあ先発、中継ぎともに、ちょっと投手陣の補強っていうところがキーになってきそうですね。全体的にやっぱり必要になってきましたね、とうとうね。まあ、特にこうここ数年ポストシーズンでちょっとドジャース早期敗退するケースが多かったじゃないですか。まあ、しかもこう投手力がちょっとどうなんだろうというか、先発が本当にカーショーしかいないよみたいな状況が。まあそうね、もともとだからそのなんかこうピッチャーすごいいいなっていう感じなのかって感じないのかわからないじゃん。なんかまあチームが強いんで勝ってるみたいな感じもあったんで、その辺を考えると弱いチームでも勝てるようなすごいピッチャーやっぱりね欲しいもんね。なんかそんな感じがする。でまあ、特にこうライバルになってきそうなのは、先ほどおっしゃってたフィリーズっていうところが特にヒットになってきそうっていうところですかね。やっぱ昨日見ててもウィーラーとかやっぱノラとかっていいもん。今日投げてるフィリーズの左ピッチャーも結構いいよ。サンチェスだっけ、あれだって球速いし角度あるし、やっぱ先発でいいもんねフィリーズね。始まる前からいいって言われてたからね。そんな感じがして、ね、今の試合の感じだとドジャースやっぱ負けんじゃないかと思うね。それぐらいの強さが、うん、あるね。ア・リーグでいうとどの辺がちょっと注目。ア・リーグオリオールズが強いんだなと思ってまくってるからね。まあヤンキースはやっぱちょっと失速気味、結局やっぱピッチャーもコールもいないし、でバッターもやっぱ外とジャッジなんだよね。だからちょっと2人っていう感じだから今、だどうしてもなんかそうなっちゃってるのかなっていう感じがするけど、もうホワイトソックス、あレッドソックスだって下に来てんじゃない。もうそうですね、レッドソックスも、はい、あとワイルドカードなら可能性あるんじゃないかぐらい。全然ある。ていうかまだ分かんないもんね。オリオールズが強いなと思っていう感じ。やっぱ若い選手がね、良くなってるから、チームに勢いがある感じがありますな。あとはなんかガーディアンズも意外と強かったりします。ガーディアンズ強いよ。安定して強いでしょ。なんかまあ中地区はね、強いか弱いかあんまり分からない、ね、基本的に。まあ相手がなかなかちょっと分かりにくいところもある。アメリカンリーグもナショナルリーグも本当に強いのか分からない。プレーオフになってみないと、あんまり強くなかったんだっていうのが結構あるから、そこだけかな。リーグは結構意外なチームというか、西地区もマリナーズが走ってたりとか。そう、でもだいぶ近づいてきたでしょ。レンジャーズがちょっとやっぱ揃ってきたので、うまくいけばデグロームがオールスター級ぐらいに来る可能性があるんで、まあシャーザーも出てきたし、その2人がやっぱり言うと、まあ去年のチャンピオンチームなんで、監督も上手だから、レンジャーズも来るんじゃないかなと思うけど、アストロズはもう完全に立て直ったんで、多分まあそこの3つになると思いますけどね、そこは。
まあその中でもア・リーグは特にオリオールズっていうところが上がってくる筆頭なんじゃないかな。なんかね、勢いがあるよね。だって結構ヤンキースに離されたもんね。そう、それだけど追いついてきたし、なんかチーム状況非常にいい感じなんじゃないかなと思うけど。まあ、あとは、まあ、今ちょっと怪我中ですけど、山本投手も、まあ、前回収録の時にはまだ怪我してなかったっていうところもあって、ちょっとお話伺えればと思うんですが、武田さんの方で、そういう件とかって、怪我されたこととかってあったりしますか？肩肘無傷なんだけど、俺。肘つくしって。もともと投手やってらっしゃって、肩に手つくってすごいですよね。余裕だよ。壊れたことないからさ、分かんないんだよね。関節の中だから、どのぐらいかかるのかな、分かんないんだよね。だから手術が、まあ手術は必要じゃないみたいな感じだから、どのぐらいなんだろうね。オールスター明けっていうか、まあ8月にはなるだろうな。まあ、投げれればいいと思うけどな。まあレギュラーシーズンっていうところもそんなにこう、あの順位争い的には戻ってこなくてもっていうところもありますしね、今のところ。うん、まあでも9月は投げた方がいいな、やっぱりポストシーズンに向けてっていうところ。まあそうね、まあどこまで分かんないからね、鍵盤がどこまでダメなのかよくわからないから。ただでもまああんだけのチームで、まあチームドクターもいて、手術が必要ないのであれば自然に治るっていうか、まあね、自然治癒で治る可能性がある。だから手術してないからね、なると2ヶ月、まあ本当8月の中旬ぐらいじゃないかな、投げれたらいいなっていう感じだと思うけどね。まあちょっと以前の収録でもちょっと出力が上がってきてみたいなところで、怪我とかがなければいいなみたいな話もされて、まあヤンキースタジアムの時やっぱり良かった。あの時は結構やっぱり腕振れてた感じだったんで、まあ内容も良かったし球も良かったしね。まああれで故障したんじゃないと思うんだけど、やっぱり慣れないボールと慣れない環境っていうのはやっぱりみんな故障につながっている感じはするけど、本当軒並みみんな怪我していきますもんね、メジャーで。思っちゃうよね。まあ今永が頑張ってるからね、まあ、勝なしでね。